吉川村は、高知県の中央部にあった村で、周辺4町村と合併し、江南市となった。高知県中部、南国市に隣接する村。西は、物延川の右岸で、南国市に接しているが、村の大部分は、主として物延川の川口左岸に位置する村であり、高知県では2番目に、面積の小さい村であった。海岸線に沿った東西に走る砂地を除けば、 大部分は、米作と、園芸ハウスを行う農地が北に広がり、北東部の古川地区に標高40メートル程度の丘陵があり、わずかな日の木植林と妄想竹林が認められる。高層川の支流のカラス川、瀬戸川を境に、野市町に接していた。昭和45年頃から農家が水田を利用し、洋満池を設けて、うなぎの養殖を始め、 地場産業の明かりを掲げたが、外国産のうなぎの輸入などが原因で、経営不振となった。最盛期には58経営体あったが、今はわずか1経営体にまで激減している。また、豊富なこの地下水を利用して、鮎の養殖も行われている。農業は、米作、さつまいもニラ、ナス、キュウリ、ネギ、ラッキョウなどが盛んで、 海岸でのチリメンジャコの加工業などの水産業があった。1982年に吉川漁港が物延ノベ川川口左岸に開港されたが、この漁港の有効な活用を図るため、漁業と海洋性レクレーションの調和の取れた発展を目指し、吉川村ポートマリーナが漁港内に設置された。この施設を核とした大型プレジャーボートの導入により、海や川を生かした。 マリンスポーツやフィッシングなど海洋性レジャーの拠点となっている。またこの漁港の西側に桜包み公園と野外ステージ天然食劇場が1995年に完成した。桜包み公園は旧建設省の物のノ川桜包みモデル事業の認定を受け、物のノ川川口の恵まれた自然環境を生かしつつ、 黒潮の恵み豊かな太平洋と素晴らしい景観の、物延川との関わりを大切にしながら、海と川の光る村、吉川をキャッチフレーズに作り上げた。面積、約2ヘクタールの全面に芝生を張り詰め、大島桜染名用紙の合わせて、約250本、さつきつつじ口なしアジサイなどが700平方メートルに、植栽されている。 公園内の遊具の中に長さ102メートルのモンキーバーがあり、1997年、ギネスブック社により日本一から世界一長いモンキーバーと認定された。また、公園の地形を利用して建設された野外ステージ、吉川村天然食劇場は、延べ床面積855平方メートルで、野外ステージとしては四国一を誇っている。大技吉原には、 長祖壁県所の家臣、低屋立巻が居城した吉原城があった。村の中央部を東西に、県道14号線が走り抜けている。土佐電気鉄道の前身の高知鉄道が1924年12月8日に、五面町定館を開業し、その後1930年4月1日に、高知鉄道五面圧秋間が全通したが、吉川村には古川に、古川駅が存在した。 同駅は秋線が1974年に廃止されるまで存続した。その後2002年7月1日の土佐黒潮鉄道の御め那覇は線開業に伴い、吉川駅として開設された。高知空港の敷地の一部が村内にかかっていた。ありがとうございます。